ひき男の塩読むラジオ第79回目になります。9月の22日水曜日、3時半ですか、はい、今月のゲストは、もう純烈な形ですね。毎月、年に3回出ていただくチャイムのお二人です。ありがとうございます。どうも皆さんこんにちは、ご無沙汰しております。半年ぶりなので ね、ご紹介しましょう。私、茨城出身の赤プルです。おめえらいつまでもいつまでも調子に乗ってて逃がんな。そして旦那です。2人合わせてシライムです。お願いします。よろしくお願いいたします。いや、半年じゃないですよ。6月に来てもらいました。6月に来たよね。あ、そう、私の誕生日で、2、6、9ですもん。だから2月が俺の誕生日で来るやん、はい、そうです。で、6月がゆきさんの誕生日やん、うん、そうで9月がカップルでしょ。そうなんです。だから来年からは6月やめよう。いやいや、まあ、確かに半年に1回でもいいんですけどね。2月俺の誕生日と赤プロの誕生日だけ来て。いや、そうですね。ちょっと待ってよ、俺の誕生日も祝ってよ。祝ってくれる人いないんだろ。もう親だってもう忘れちゃってんだから。もうもうゆきさんって52でしょ。3、ちょっと先輩ですもんね、うん、53歳って3ヶ月かじゃん。でも本当に53歳にもなってなんか、まあ、もう2もなって53歳になってなんか我々しかお祝いしてくれる人がいないっていうのはもう本当悲しいのでね。でもそんなもんよね。だってみんなもう誕生日なんかだって言わなくなってくる。分かる分かる分かる。45ぐらいから言わなくなるんだから、ね、特に50超えたらもうめでたいのかどうかも分かんなくなってる。いや、若い子でやっぱ言われたのが、20代の子に25、6の子に言われたら30が怖いってこないと言われたんですよ。あー、なるほどなるほど。あ、でもあったな、そんな時代が。とありました。で、また37、8ぐらいだと40が怖い。40怖いで、48、くん時言ったじゃん、8とかくん時。そう、50ね。50怖くて、怖くて怖くて、俺 NSC 受けに落ちちゃったもん。俺だからどうしようと思ってさ、50なって51年生きてて、うん、NSC 落ちたのゆきさんしかいないのよ、俺の知ってる中で。落ちるってすごいよね。いやいや、暴れてないよ。いや、ちゃんとしに行って、ちゃんと経歴もキャベツ確認中とかに言われたから、ちゃんとゆきさんがダメよと、真珠とかに、はい、暴れたりとかこんな態度取ったらってちゃんとやれと。だって18区のやつとかすごいこと言ってんだから、はい、吉本新喜劇のネタとか書けるんですかなんて。僕結構書けるんですけど。あら、ゆき男さんにですか。じゃあ面接官に。俺に言ったってダメだから。ああ、そうかで終わっちゃう。そうだからよ、そうっつって。俺のネタ書いてくれみたいな。1分ネタ見せる、ね、もう本当にもうそうなのよ、はい、もうこの年になってくるとね。すごい、やっぱり就活って考えたことある？お昼の番組。いや、ちょっとね、正直重いテーマが重いです。いやいや、誕生日だし、はい、そうだけど、ただ言っていいですか、うん、私昨日初めて自分ノートっていうのを買いました。何ちょっともう一回。自分の音っていうのを。自分の音ね、自分の音って聞こえてる。俺も自分の音。まあいいよいいよ。おならの音。そうそう、みたいな。何買ってんのよと思った。あ、自分の音、自分のノートです。自分のなんか、例えばどういう生き方をしてるかとか、なんかこう自分の通帳の番号は何番だとか、そういうのを全部書いておくんです。暗証番号とかも。なるほどなるほど。そう、自分のノート、もしなくなった時にな。そう、これね、うん、本当に100均に売ってるんですよ。で、お金のノートとかペットのノートとかいっぱいあったんですけど、やっぱりまずは自分のノートかなと思って、うん、自分ノートで書いてあるの。で、まず何から書くのかなと思って見た時に、なんかこう1週間のルーティンが書いてあったんですよ。月曜日何する、火曜日何するみたいな。で、まあ、これ私書けないなみたいな感じでしたけど、日記みたいになっちゃうね。そうなってくるとね、うん、毎日違うことやってるから、私たちは、うん、だいたいなんかこう突然亡くなって身寄りのない人とかって、そういうのを見ると、あ、この方は月曜日には必ずここにお散歩に行ってたんだなとか、なんかそういうのとか見ていくと、あ、まだちょっと早いよそれは。でも、うん、私やっぱり整理収納アドバイザーっていう資格を持ってますから、就活とか生前整理とかすごく身近にあるんですよ、うん、なので、そうだよね。そう、俺郵便局長いじゃない、うん、で年賀状の季節になって、今ってもう今年でこれでお付き合いのを終了しましょうって思うんだって。そういうの、就活のもう私70になりましたんで、うん、今までね毎年これだけのお付き合いでしたから、やってたけど、うん、これでっていうので、それが多くなって、うわー、なんか悲しいな。悲しいけど、そっか、ちょっとそういうの。じゃあ私たちも今日これで。いやいや、ちょっと、まあ、ちょっと頼むよ、許さないでくれよ。ありがとうございました。いや、でも人間関係の付き合いとかで、とそこのマック行こう。いやいや、ちょっとそれ嬉しそうな感じでする。
時計自慢する感じじゃなくて、でも本当そうなんです、ね、いや本当によく見てくれたね。だけどそれはでも、はい、そのノートって必要かもね。いや、そうですね、いや夫婦とか家族があっても、うん、やっぱりその書き込んどくことっていいかもしれないよね、うん、そうなんですよね。俺なんてほら、うん、ウーバーイーツのバイトとかしてるから、うん、本当事故で行ってきますって言って帰ってこない場合もあるわけやん。そしたらもう全部が止まるわけやん、その、うん、銀行とかも全てが。ほいで一応世帯主やから、あそうなんだ、赤プルもこれをどうしていくか分かんないこともあるわけやん。だからそういう面では確かにそれはすごくいいと思うな、ね、もし何かあったらこれ見てくれって、うん、そうそう、ね、私のことね、そのいろんな通帳のそういうのとかもそうだけど、うん、だからユキさん誰もいないから俺にちょうだいよ、その暗証番号。暗証番号俺でも正直早く早く暗証番号、暗証番号教えて。50万ぐらいしかないよ。50万の50万ぐらいは。じゃあ50万ちょっと持ってきて、持ってきて、持ってきて、ちょっと1回じゃあ25万ずつちょっと。あでも俺マンションあるか。あなんの、マンション何の相続のほら40年だけど、あれは終わってるから財産あるわ。買ったの。まあちょっと今いいよ俺あんたたちのいつも飲んでるような感じになっちゃうけどオタクで買ったの。いやちょっとまた終わってからで、それすごいな。買ったっていうかちょっと長くなっちゃう。今日ゲスト3人ならいいんだけど、うん、いるんで今日若い子ちょっと、もしかして今ので好感度がぐんとアップしてますよ、その後輩にも、その若い子にも。マンション持ってるんだ、あの人っていうふうに。マンション持ってるんだっていうので見た瞬間に、後で見せるよ、あれ週刊女性かなんかほら、取材来た時にすごいよ、古くて。いやいやいや、でもね、資産ですから、まあまあ、資産、財産、うん、まあ、まあそれはいいんですけど、はい、今日なんですけど、あなたなんかも喜びそうな20代の女性の方。あら、俺もたまにはさ、ちょっとピチピチ。今だって話し始めたら就活の話から始まる番組ないよ。ほんまやな。お達者クラブだってないよ、そんな。いやでも本当に私今年は44歳になるので、40いいじゃん、ランディングバースと背番号と一緒じゃない。ランディングバース知らないですよ。バースだよ、バースだよ、バース知らないですよ。3番なんか53でゴミだよゲスト喜んでるよ。喜んでますよ、ゴミって言って笑い声が若いよね。若いね、キャキャっていう、ね、あと20代って思い出せなくなってる。確かに、そうだな、20代もう本当に20代なんて言ったらね、私の友達の子供はもうみんなそのくらいの年になってるし、だって俺なんかだってみんな友達そうだよ、会うとおじさん覚えてるって言うと覚えてないですってのって、ほら小さい頃会ってて、あまあそうですよね、もう25とかの子でも20年前の記憶はないですよ。これだけちょっと聞いときたいけど、うん、本当に愛人じゃないよね。何愛人じゃないよね。俺の愛人になるやつなんかいるわけないよ。こんなまやる気のないセールガンみたいな顔して、でも下が勝負できなくなってんだから。あれ今日ちょっとトークいいね。いいね。いや3時間しか出てない酒飲んでる状態だとって言ってさ、これだな、分かった、やっぱり万全の体制ダメだ。ダメです。何もう8時間寝てぐっすり寝て行ってんのね。3日も酒抜いて高圧剤も飲まないで行って、もう最悪だよ。ダメですね。ダメだ。でも、まあ、ちょっといいよ、いきなり読めないんだよ。私が出たのチャイアンの予告編 DVD の方。ほら迎えに来た、ほら救急車来てこの番組さ、この番組ここでやるたんびに毎回生で救急車来てそれで毎回ゲストがゆきさんなんかやりましたってそれパトカーっつって救急車俺の体っつって赤でも。ちょっとまあいいや、ちょっと、はい、チャイアンの予告編 DVD、はい、はい、よろしくお願いします。ええか、あなたは日本語が話せないと思いますが、今は落ち着いて話してください。不管是不是日本人，我的朋友们会对你家人做什么，那就不知道了。これが日本の警察のやり方なんですか？大丈夫ですよ。すぐに慣れますから。被疑者からすれば、唯一の地獄に仏なんやからね。为什么我被带到这里来？你们给我解释清楚。这个女的也是警察吗？这很有可能会涉及到国际问题的。
するスペシャルゲストです。はい、お笑いコンビラムズの風間春奈さんです。よろしくお願いします。風間ちゃん。風間ちゃんの愛人です。風間ちゃんです。お願いします。こんな愛人いたら俺もう寝れないよ。だしもう喜ばさないもうっていうか裸にして歩きますよ家の中。わお。どういう性癖なんだよ。すごい性癖。いや全然。いや28ですもん。28。いや俺たちに20歳だよ。20歳だよ。そんなこと。28って。28です。16年前だ。ああ16年前。あったぐらいだ。あそうですね。私がお笑い始めたのは26歳ですから。あったぐらいだ。2年目の私。単独ライブやりましたよ、28歳。そうだ、大したもんだ。浅草東洋館でやらせていただきました。家族がね、マイクロバスのね、55人乗りのマイクロバスね、いっぱい近所の方を集めてくれてね、来てくれました。でも高校野球の応援団みたいだな、それ、茨城代表で。浅草でやってないけど、うん、茨城でやれって話じゃん。そうそう、まあ、そんだけ連れてくれたらな。まあでも、夜はね、ちゃんと東京の人がいっぱい来てくれましたから。来てくれたの、本当に。来てくれましたから。すごい。大したもんだな。すごいですよ。やったかったですよ。本当にでも、あの豪華、あのゲストもいつここの山さん来てくれたし、ひろしさん出てくれたし、うん、夜は猫ひろしさんも出てくれて、すごい豪華だ ね、 そうですよね、広し、ダブルひろしだねじゃね、そうなんですよ、昼間夜がひろしさんダメだから昼だけひろしですね、猫ひろしは、猫さんに変わってます、大したもんだよ、これは16年前なんですね、それはね、だからちょうど一緒でしょ、そうそうです、そうです、そうです、そうなんですよ、俺なんか40の時初めて単独ライブ、ちょっと待って待って、あの私ちょっと喋りたい、ゆきさん入ってくるからごめん、ごめんなさい今日のちょっと喋りたかったんで、いや嬉しいですよ、こう呼んでいただいて、うん、すごい、いや、もともとそのゆきさんと知り合ったのがそのポエムを読むっていう、うん、そうね、そうなんですよ、じゃあどういう知り合い方してんですか、芸人で詩を読む会で知り合うみたいな、だって、誰だっけ、あの可愛い子たち、可愛 い子、もう一個あ、ケムティラティラ、うん、可愛い子たちって言ってくるおじさん、可愛 い子、だって芸人さんね、芸人さん、ね、この人たち簡単じゃラムズで、はい、覚えやすいけど、はい、なんだか分かんない芸名のこと多いじゃない、キラキラ、ほらほらほら、おじさんじゃん、危険物ティラティラです、危険物ティラティラ、はい、なんでそれ、舌噛んじゃうよ俺、アイドル川越ちゃん、あ、それは鳥越です、あ、鳥越ちゃんがいる、違います、違うじゃん、ほらもうおばさんとおじさんともうやめようやめよう、ラムズでいいよ、ラムズの話で、介護の会じゃないから、これ介護の会じゃないよ、お前俺それ、メジャーリーガーの俺レイズの T シャツ買うと、ラムズなんだね、ラムズって書いてあるんですよ、いや違う、アメフトのチームであるだろ、ラムズって、ありますあります、だからラムズって検索すると出てくるのか、そのチームのが先に出てくる、そうなんですよ、全然、そこからだったの、あ、全然違います、相方のその愛犬がラムだったんですよ、うん、それで、で私の要素ないからズー入れてくれって私がズなんですよね、そうズー担当、ラムとズで、そうそうそう、ラムズ、でもラムはもともとラムちゃんから取ってて、あのうるせえやつらの、そうそう、だからそこからで取ってラムズ、なんとなく日程はないないんですよ、ないないね、全然日程はないんですよ、肌綺麗だな、やっぱり、そうなのよ、いやいやいや、俺と比べるとすごいもんな、これ何その汚さなあいや、これは私が綺麗じゃなくて、いや、ほんとに使用前、使用後みたいになってる、色がまず違います、違う、そう、そんなミートボールみたいな顔してる、ね、いやいや部屋を隅々まで綺麗に掃除した後のモップみたいな汚さがあるよ、いや、俺もでも変わらないよ、いや、あなたのが結構シミ多いけど、そう、うん、あ、俺そうなの、俺海とかで、うん、見てらんないやつ、あの若い子同士のさ、あの可愛い可愛いの言い合いより見てらんない、おじさん同士の手なし一切見てらんない君シワがシミが多いよってやだよ、もっと明るい話しましょうよ、もっとそれで彼女と初めて会ったライブとかじゃなくて、そのライブでみんなで誰か一番いいかっていうので、お客さんで、でこの子たちファンいっぱい持ってるから、みんなこの子たち行っちゃうのよ、それでさすがの俺ブチ切れちゃってさ、俺のためにやってんだろうっつって、一回ぐらいチャンピオンにしろっつって、みんなしょうがなくこの子たちのファンが、はい、じゃあゆきさんでって、あの雪男にある人で良かった人っつったら誰もあげない、それで俺切れちゃった、もうやらないとかって嘘みたいになって、もう一回じゃ仕切り直してよって言って、俺が良かった人って全員もそうすげえ嫌な顔して、嫌な顔して、あのね、客に気を使って最悪だよ、そう、最悪、お金払ってきてもらう、最悪、うん、だけどマジ切れしてたもん俺もさ、調べて女の子たちのファン、うん、ファン、それも止められなかったさ、
あの時で、この子たちうまいんだよ、詩が。いや嬉しいですね、全員うまいの、それが。覚えてる覚えてる、なんかこう言ったのその時の詩軽くでいいんだけど、なんか、うん、その時の詩を、いや、ゆきさんの詩しか覚えてない。覚えて覚えて、ゆきさんは全部のその詩のオチっていうか終わり部分が全部乾杯、今夜もお酒を飲みましょうみたいな、全部お酒絡みだったんですよ、うん、で、それを来たらなんか大ボケみたいになっちゃって、うん、みんな笑っちゃうみたいな感じだったの、うん、それは覚えてます。どんな内容でもってことね。どんな内容でも、例えばその、まあ、料理の話をしてて、うん、料理のやつを言っても最後絶対乾杯ってくるし、うん、失恋でも乾杯ってくるから、うん、結局乾杯落ちみたいな。竹山さんの番組に出て喋れずに乾杯もういいだろうよ悪かったよ、いくら払えば許してくれるんだよ。え、その乾杯エピソード聞きたいいやもう知らなかったよ乾杯だから、それでいやうまいのよこの子たち、みんな若い感性で、もうあれ何年ぐらい前、7年ぐらい前、もう7年前とかだと、だからもう親子なんだよね、見てで、どうしよう、なんか盗んじゃおうかなぐらいな楽屋狭いから、ちょっとなんかこの子たちの持って帰って匂い嗅ごうかなみたいなぐらいのさ、いやいや本当にそのぐらいに、いや嬉しいです、そので、またうまいから、俺も本当は負けたなと思ってたね、手挙げんのもこの子たちのファンとかじゃなくて、うん、これやっぱ感性ってあるなと思って、普通にね、普通に、うん、もう何にもなく見て、そう一番良かったとか、だからもう他の子たちもそのティラティちゃんたちとも、ティラティだとチナティで、ティラティはもう、うん、もうかぶっちゃってるんで、まあまあその子たちとかもチナティさん、うんはい、チナティさん、わんないもう耳も口も頭も悪くなって、もう全部ごちゃごちゃになっちゃうから、いじろうと思ったらいじれない、いや、いや、あのちょっとしたかもようなのって分かんなくなってきた、まあ、確かにそれはありますよね、うん、ティとか、だって昔は俺だってそういうなんかネタ作ったことあったもん、ボクサーのネタとかである、ちゃんとそのちゃんとそういう入れれるの、その最新の言葉とか、ナタデココとかそういうの入れてる、ナタデココ最新じゃないでしょ、もうあれは今はあれです、タピオカ、タピオカ、タピオカも古い、もう古い、古いの、え、今何、今マリトッツォ、何それ、もうほら、もう俺たち何それ、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 クリームがいっぱい入ったシュークリームじゃないけど、コッペパンみたいなやつにすごくクリームが乗っかってるのが今一番流行ってる、体に悪そうだね、体に悪そう、体に悪いやつ、マリトッツォ、これがイタリアのやつね、そうです、イタリアのマリトッツォがいい、で、いつ食べるのそれは、普通に食後、食後だし、でも、あ、でも普通にデザートだと、いや、何それは何、あ、フルーツサンドみたいなことで一番分かりやすく言うと、そうだそうだ、フルーツサンドのフルーツないバージョンでクリームがたっぷり入ってるっていう、それマリエ、マリトッツォ、マリトッツォ、だからさ、私マリ、本当にさ、オリンピック見てたらイタリアの選手がみんなマリトッツォ選手みたいに聞こえてくる、あーあー分かる分かる分かる、分かる、大体そういう感じでもイタリア、そうだね、まあ、ガッツガッツォとかいるもんね、ガッツォみたいな、マリトッツォが今、ほらそういうの入れてくるんでしょ、いやだって勝てないよ、勝てないよ、マリトッツォ、いや違う、マリトッツォに乾杯、あのね違う違う違う、ちょっとユキさんはどうせ乾杯するから何でも、いやいやいいことですよ、いいこと、いや今日は風間ちゃんに乾杯、いや乾杯、いや嬉しい、ありがとうございます、でも 5回目ぐらいになんか、うん、あの靖国神社に参拝とか言ったらめっちゃウケたのにな、そう松岡さんすごいわ、やってそうやんな、っていうかやっぱこの人天才だよ、今のいや今のは絶対言えなかった、今のはいや俺しびれたもん、私もしびれた、やっぱお前もそうだろ、勉強になりました、53と28でも、はい、うん、25歳があってもやっぱ同じの感性で、うん、ついていく人間違えましたもん、うん、いやいやいや大丈夫だよ、こっちだってすぐつけるから、もう分かれ道だから、分かれ道、いや俺はもう崩したいのよ、この形を、はいはい、だからそんだけ振ってんのやったら、はい、もう絶対に最後にやると爆笑やん、はい、爆笑、めちゃくちゃ面白かった、面白い、ずっと普通に乾杯でやったら、ずっと乾杯、乾杯、最悪だね、最悪だよ、もうエキさんそこだよ、そこだよ、振りができてんだから、俺だったらもう 100% それで絶対変えるけど、なるほどね、やっぱすごいわ、やったやっぱりこれが技術の差だな、技術がすごかった、いやそんなことない、いや勉強になった、今涙出そうだったもん、本当靖国神社に参拝なんて浮かばないよ、カラッカラですよ目泣けよ、あのさ、で今日は誕生日なのよこの方、 あと4日後に26ね、これで日曜日、うちの親父も
誕生日なんです。そうや、そうなんですよ。すごい、ご縁が。2人の誕生日、もう一人が、はあの私 の、 あの一番の親友のインタレスティングたけしも、あら42歳から3人、揃い組、雪男さんのお父さん、そしてインタケさん、そしてアカプル、うん、3人、はい、ありがとうございます。誰かコメントが来てますよ。あら珍しいな番組で。待ってました、こんにちは、待ってましたと。ゆきおとこさん絶好調。絶好調、うん、で、春なちゃん、こんにちは。ありがとうございます、楽しみな組み合わせと、うん、乾杯、負ける乾杯、爆笑と。ほらさっきコンビニで、売ってたけど買ってこなかった。マリトッツですかね。マリトッツ、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。インタケさんもおめでとうございます。インタケさんも。すごい。すごいじゃん。あと一人忘れてますけど大丈夫ですか？お父さんね。一番大事な。いやいや、お父さん、お父さんじゃ、今いいだろ。今の一番大事なお父さん。今の一番大事なお父さんだから。ナッキーじゃないから。すごい。お元気ですか？いや、ありがたいですね、このファンの方。さすが。お父様は何、おいくつになられたんですか？82か。ああ。うん、元気だけどね。元気なんですよ。全然親父もおっけのも元気。あーすごい、うん、素晴らしいこと。あのワクチン2回打って、うん、全然何でもなかったって。へー、あじゃあもう最高だね。6月で打った。うちの親も打ったし俺も打ったし。ほんと2回打ってる。まだ打ててないでしょ。やばいから20代までいったら。でも墨田区は結構さ、めちゃくちゃ早かった。めちゃくちゃ早かった。個人情報。あ、全然全然知ってます。じゃあみんな知ってます、みんな知ってます。墨田区は結構早かった。そう、早い、そう早い。いや、ありがたい。この方お父さんもおめでとうございます。あ、おめでとうございます。もう本当に5人で喋ってるみたいな感じですね。もう皆さんありがとうございます。わごめんね、悪かった。手足上げる。どこに謝ってるんだ。なんかね、これでこうやるとさ、家みたいになるよ。それこそ参拝してんのかの。参拝、参拝、参拝だよね。乾杯で参拝で、はい。でですね、はい、今回アカプレさん誕生日で、はい、もう年齢とかね、女性で失礼になっちゃいますんで、もう言っちゃいましたけど。何回言ってます。しかも45になったらもう祝ってもらえないんだと思って。さっきの話ではね、来年までです。いやでも綺麗ですよ。本当に綺麗、赤鳥さん。日本で一番綺麗な44歳って言うんですよ。本当にそう、本当に。いや、あなたはでも美人よ、やっぱり。たまに会うと思うわ。たまに会うと、うん、いやでも私それキャッチにしようかな。世界で一番美しい44歳。お、いいじゃない。これ怒られますよ、でもどっかから。ちょっと、うん、いやでもいいんじゃない。なんかミスユニバースとかに出てる顔ですよね。ああ、だな、うん、どういうことなの。ユニミスバース、あなたでも女優とか何度も笑い来たの。誕生日だから、誕生日だからあげて。いやいや、じゃなくて、いやいや、違う、ね、考えなかったの、はい、あの女優さんとかは。お笑い以外は。そうですね、うん、あのうん、そうですね、お笑い芸人になりたかったんですよ。うん、でもそれはやっぱりスナックで働いて、やっぱ何者かになりたいと思ってたんですけど、うん、やっぱ皆さんから面白いねって言われたので勘違いしちゃって、うん、あ、やっぱりここお笑いができるのかなと思って、やってきました。今日来る時ね、うん、電車であのボクシングの動画を見てたら、はいはいはい、マイク・タイソンが出てきたんですよ。そしたら私、小学校の時マイク・タイソンに似てるって言われてたんだよって言って、だからそっからここまで来たわけですよ。いや嬉しいな、ね。でも本当にあの皆さんにも見ていただきたいのは、あのエンタの神様 の、 あの初めて登場した時の顔、うん、ピンクの衣装の時ですよね、うん、あ、それはピンクの衣装でレッドカーペットなんだけど、そう、黒い衣装で、黒い衣装、いやもうすごいよ。いやびっくりするぐらい、私結構整形したって聞かれるんですよ。顔が全然違うね。そうなので、まあ、確かに昔はこうね、キュッと待ってた顔してるんだけど、目もこう、目もこう、メイクとかの問題もありません。そうそう、うん、結構エンタはちょっとね、あのメイクが、うん、あのいつもの感じじゃなくてやってもらっちゃったことがあったんだけど、うん、本当にでも結婚してからもう変わりましたよ。いや、それはやっぱりこの間も話したけど、うん、違う的に、はい、心が落ち着いたから顔に出てるんだから。いや、松岡さんが毎日のようにゆうちゃんは可愛いよって言ってる。いや、ここでラブラブなとこ出されても、ね、ここ仲いいな。いや、ほんと、いや、偉いわ、やっぱ松岡さん。そう、だから奥さんにどうなってほしいと思うって言ったら、綺麗、うん、になってほしいよ、可愛くなったりね。どうしたらなるかって言ったら、うん、毎日言い続けるんだって。花にでも毎日喋りかけると花もちゃんと育つし、あの高島忠夫さんちがそうだった。あ、そうなんですか。俺、お母さん綺麗な女優さんで、はい、で、まあ、もうお高島忠夫さん、はい、お父さんの方ね、はいはい、は趣味が奥さんが綺麗なことって言ったって、亡くなられた、そのぐらいだからやっぱ趣味が奥さん、綺麗なこと、で綺麗でいてくれることが一番素晴らしい。素晴らしいよね、そういう人と出会えたっていうのが。だから結婚して、ね、旦那できたらもう毎日かっこいいとか言うとか、うん、あ、こちら側の努力ですね。そうそう、しないとどうにもなんないの。
だから毎日言ってあげて。めちゃめちゃ面白いです。いやいや、てか私ら夫婦じゃないんだよ。俺一瞬考えちゃった今。俺もなんか、だから俺ちょっとドキドキ。ゆきさんのことずっと面白いって言い続ければもう面白くなる。面白くなる。ただ俺が毎回会った時絶対面白くないって言う。いや、あなただけじゃない、あなただけじゃない。もう15年ぐらい知り合いの人はみんな相変わらずつまんねえなって杉田に言われた時殴ろうかと思ったもん、この間。1年半ぶりでつまんねえなって言われたんだけど。面白い。でも私もたまに勘違いしちゃって、その松岡さんは私のこと可愛いだの、キリだのと言ってくれるので、うん、普通になんか間違えてても、いやでもさ、松岡さんって私のこといつもさ、可愛いとかキリとか言ってくれるじゃん。でもやっぱりさ、ああいう綺麗な人たちのラジオと全然違うよね、みたいなことを、うん、結構でかい声で言って、ちょっと恥ずかしいからなって、あの、そんなに言うじゃん、そんなになんだよって。あの、それは俺が、あの、そういう、あの、あれで言ってるんじゃないんだよ、みたいな、うん、なんかこう勘違いして普通に、でもさ、しんちゃんはさ、私のことさ、いつも綺麗って言ってくれるじゃんみたいなことをこう普通に言っちゃうんですよね、街の中でね。普通にでかい声で言うから、もう。だから、いや、でも、綺麗だって書いてありますよ、本当に絵に描いたような美魔女って。美魔女、絵に描いたような美魔女。ありがとうございます、絵に描いたような。これ、美魔女って言葉使うけど、どのぐらいの年齢から言うの ?35 ぐらい。美魔女40代からですかね、大体は。男はなんて言うの？なんて言うんだろう。男はないよね。ナイスミドル。ナイスミドル。俺らナイスミドル世代。色男。いや、色 男はだって10代だって色男だよ。ナイスショロだよ、ナイスショロ。ナイスショロ。やだな、なんかおしっこちょろちょろみたいで。ナイスショロ。ナイスショロ。ナイスショロ。ちょろちょろみたい。ダンディじゃない、ちょい悪い親父とか。じゃあ、ちょい悪い親父、ちょっと、まあ。じゃあ、ちょい滑り親父って言うの？いやいや、大滑り親父だよ。ガチ滑り。ガチ滑り親父だ、俺の場合。いや、俺思うよ、本当に。ちゃんと悪いよ、今のは。いやいや、俺、でも。ちょいにしたのにガチって言ってんだ。今のは固まっちゃう。いやいや、俺でも本当滑り方異常だなって時あるもん。でもあるんですね、自分で実感してる。いやいや、俺多分あのもう自殺しちゃおうかと思った時あるもん、やっぱ舞台の上で滑りすぎて。分かる、覚えてる、初めて俺たちのライブ来た時にネタをして、うん、松岡さん、俺今日ネタ何分すればいいのっつって、5分ぐらいでええんちゃうかな、オッケー、じゃあ5分笑いに包んでくるでっつって2分で帰ってたよ。私のイメージはゆきさんが舞台出てて、今日もじゃ あの笑い取ってくるんでって言って、にあの3分の舞台で15秒で帰ってきてた。あ、じゃあ結構持った方が、持った方めでたい。日本のもっと持った方が。15秒のイメージあったんで、そゆきさん早いって言ったイメージ。終わったんすかって。あった、そういうのも。で、最後に朝霞光代して爆笑動画帰ってきますよみたいなこと言ってて、出てきて、もう本当それこそ15秒ぐらいであのメガネかけ出したからね。いや早くね、前見なきゃ大丈夫だから。早くね、もうその懐があったら出すのみたいな。いや、もうあの時は本当にドキドキしたよ。だってもうみんなさ、今休憩できるからってちょっとシュークリでも食おうかなと思った時にもう帰ってきたみたいな感じだった。なんかイメ、そのイメージはあれみたいありますね。あれ面白い、もう最高。いや、大好きで、ですね、今日誕生日で、私ともう散々話した詩の話で、はい、ああ、そうね、今日は、はい、ポエムで、はい、赤プルさんに送る詩を、はい、時期、書き下ろしって形で、はい、書き下ろしで、うん、ありがとうございます。もう本当、花粉にします。まずじゃあ私からいきます、ね、私から読みますよ。いや違う、2枚あるんだ。本当ですか。どっちにしようかな、はい、これ。いやいや、どっちがいいかな。迷って時点でさ、私に書いてないじゃないですか。これ松岡系に書いてる。うわ、どっちも松岡の。いや、どっちも読んだ方がいいと思います。ちょっと待ってください。どっちも素敵。リクエストしちゃってもいいですか、うん、私の名前知っててそれ書いてくれたんですよね。そう。私の名前知っててそれ書いてくれたっていうのはすごく伝わってきました。それはそう、こっちはね。ですよね。だけどこっちは。なんで悩むんですか。いや、これはなんかさ、でも素敵、本当に素敵です、うん、もったいぶってますよ。ちょっとじゃあこっちから行こう。はい、ごめんなさい、お二人、この二人で素敵です。いや、お二人と見てる方に言いたいんですけど、今回乾杯ありません。あ、ごめんなさい。なんなの、ジガもう乾杯忘れてたよ。もう参拝にするよこれから。だし俺の場合完全な負けの乾杯だからね。そう、まあちょっとこれは優子さんで、松岡優子さんで、タイトル、夕暮れ、うん、夕方の夕です。あ、ちょうど6時だ、ほら。いや、6時じゃないよ。あ、4時、夕暮れ、夕暮れが、はい、タイトル、夕暮れ、うん、夕暮れが好きになってきた。子供の時は暗くなる恐怖と道を照らしてくれない太陽との別れが怖かった。今は怖くない。
恐怖の意味が分かってきたから。恐怖とは自分の道が見えないこと。今は自分の道が見えるから怖くない。今の私は夕暮れが好きだ。ゆき男でした。いやすごくいい。これは、まあ、ゆうこさんで、ね、だってあなた夕方に生まれたんでしょ。もちろん名前がほら、ゆうこ。あ、ゆうこだよ。夕暮れのあれかなと思って、このぐらいの時間、ちょうどそれでこれ、夕暮れの時間だから、書き下ろして。私が生まれた1977年9月26日、うん、朝の9時10分に生まれたんですけど、うん、あの家族で私の名前を決めるときに、うん、もうあまりにも夕日が美しいということで、うん、そう、鬼怒川に沈む夕日があまりにも美しいで、うん、優しい子で夕子がいいっていう。漢字が難しいから夕方の夕日って決まりっつって、もう夕日の美しさとは何ら変わり関係なく、うん、あの漢字の簡単さで決められました。だけど俺は優子さんが知ってるから優子さんで松岡すごい素敵、夕暮れ素晴らしい、ありがとうございます。でやっぱりね、もう44だとなんか自分の道って見えてきてるじゃないですか。見えました。旦那さんがいい人であるし、はいね、はい、コンビでやっててチャイムで、うん、それもちょっと頭にあって、ね、見えるから怖くないって。私はだって怖くないでしょ今生きてることが。だから風間ちゃん の年代からこの年代に来るまでは本当にさまよい続けたというか、やっぱ暗闇を這うようなやっぱこう時代があるわけじゃないですか。まあ俺はずっとだけどね、見えない、うん、もう夕方さんみたいな、本当に今夜道、夜道、暗闇後ろから殴られたりするしね俺は夜道で弁護士のない迷路を本当に暴漢に襲われそうになったこともありますし、あのいろいろ本当に大変なことありましたけれども、うん、今はもう生きる道が定まったっていうところで、あ、やっぱり、いや素晴らしい、行ったし、この子でももっと上手いよ。いや私待って、こんなに、いやいやいいやいやいい、この子、この子たち上手いもん、18歳なりのね。そうそうそう、私ゆきさんのやつ聞いてから、やっぱ自分って若いんだなと思っちゃいました。なんかいやいいね、いいね、若いんだよ、若いんだから。しかもちょっと長いんですけど大丈夫ですか。行こう。じゃあ私がアップルさん、もうちょっとコンパクトにしてもらって、あ、でもダメです。いやダメよ、それは作品だから、いい、時間かかってもいいから。本当にすみません。じゃあ行きましょう、タイトル。アカプルさんへっていうタイトル。嬉しい、何する、はい、今日はケーキにイチゴを乗せましょう。あなたが生まれてきてくれたから、おめでとうの気持ちを込めてケーキにイチゴを乗せましょう。しっかりとしたとちおとめ、甘くて大きいレッドパール、酸味の少ない秋姫、選べないと笑うあなたにぴったり、茨城室をケーキに乗せる。もしも私が我慢できずにあなたのケーキのイチゴを食べたら、調子乗ってんじゃねえかになって少し叱って、でもその後いつもみたいに優しい笑顔で一緒に笑ってくれますように。今日はケーキにイチゴを乗せましょう。あなたが生まれてきてくれたから、出会ってくれてありがとうの気持ちを込めて、とびきり美味しい茨城室を乗せましょう。いやー、これうまい。いや、これはうまい。でもちょっと、一個言っていいですか。とちおとめは入れなかったね。じゃあ、あのこれ一個理由があって、うん、茨城室っていうのが茨城の今の品種なんですけど、とちおとめが母親で、レッドパールと秋姫の掛け合わせが父なんですって。それの品種で茨城室なんで、そのとちおとめを入れたんですよね。まあ、栃木のことばかり考えてるから、栃木ってだけでカチンってくるけど、いや、とちおとめはやっぱり栃木の人に任せとけばいいのよ。もう今茨城室だけでいいのよ。あの翌品種まで調べたんです。いや素晴らしい、全部調べて、本当になんかだからそれを聞いた瞬間にこれクソだね。そうだね。いやそんなこと、めちゃめちゃ素敵。あんたやっぱ俺弟子なるわ。俺いいわ、ちょっとあの月謝いくらだ教えてくれ、1から10まで、もう一回 NSC 入れてくれる松岡時間、ちょっとインタケだとかちょっと集めて、お笑い分かってないの集めて、ちょっと月に1回ネタ見て、ちょっとこう松岡塾やろう、マスクして、マスクして。いやでも本当嬉しいな、なんかちょっとね、いやいいよこれ、ちょっとその繰り返しのところが入るじゃないですか、はい、イチゴを乗せましょうって、はい、なんかそこら辺がなんかホラー映画を見てるみたいな、ホラー映画、こう、なんていうのかな、わかる、サイコっぽい感じもちょっと乗っかるじゃないですか。あ、誰の共感も得てない。いや、うん、なんかね、そこがね、すごくあの、うん、かった。いや、入りでしょ、やっぱイチゴを乗せましょうって言ったから、もうお笑いで言ったらもう滑る空気満載なわけよ。いや、そう、本当に、ね、いや、もう分かります、言いたいことある。でもそっからバンバン盛り上がってきて、
最後いちごをのせましょうで締める、うんうん、これはうまい、いいよね、うまいわ。いやこの調子乗ってんじゃねえかなをやりたかったんですよ、ね、どうしても入れたくて、いや本当に嬉しい、うん、私のことをよく考えてくださってた、うん、途中泣いてたもんね、途中泣いてなかった？泣いてないですね、私あれ風間ちゃん泣いてないわ、私泣いてないし、ずっとカラカラでした目は、すっごいうーんしてたよ、俺結構目薬さし習慣ないんだよ本当に感動しました。ね、よかった、素晴らしい。ありがとう。やった、嬉しい。これでも他の誕生日のその時にもさ、今日はイチゴ乗せましょうって。中身だけ書いて。ブドウとかブドウとか。ブドウ、ブドウ乗せましょう。ちょっとね、京都の品種とか言い出してくれ、ね。そうだね。多分俺の誕生日だったら多分そうだよね。いや素晴らしい。いや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 。やっぱり。使い回せるね、いや全然若いねやっぱ感性が、なるほどね、あと五感がいいよね、うん、あのこっちだともう本当ね初老のどうしようもない親父が夕暮れと、どっちかっつうとこっち派、いやすごいゴンズベリ、ゴンズベリでゴンズベリだから、うん、ほんとゴンズベリ、こっちはいいんですか、いやこれも行きますよ、お願いします、それは素晴らしい、推しの発表会ですね今日はね、いやいや今日一応これは私の誕生日、これ3人だね、これは、はい、これはあなたにもあげる、あこれにも、うん、タイトル生娘、生の娘と、生娘、あらやらしい、ちょっとやらしい、生、うん、娘と言ったら風間ちゃんじゃない、生娘ですか、私はちょっとねちょっとそこが悪いところだ、今悪い、良くない、本当に生娘だったら思わせちゃったから、はい、タイトル生娘、うん、生娘みたいにもう最悪に緊張しちゃって、はい、行きましょう、生娘ね、はい、生娘、はい、生娘みたいに今日から生きるか、うん、前を向いて綺麗なことだけ考え、うん、前を向いて歩いてみようかな、うん、私は今日から生娘、右を見ても左を見ても世界は綺麗、私は今日から生娘、生娘 になったらこの世が全部綺麗に見えた、おー、なるほどね、だってなんかこういうとこあるでしょ、うん、ちょっと汚れてる心の自分が生娘って、ね、私ほんと生娘って言われますもん、うん、私ほんとにお笑いやってるから結構ふざけたり、うん、辛辣なことたまに言ったりしますけど、うん、なんか40過ぎてるのに純粋だねって言われてる、うん、だからね松岡さんと一緒にいられるんですよ、だって疑わないもん松岡さんのことだって、誰かのお金を取ったりとかして、いやいやちょっとやめろよやめろよ、生放送なんだから取ってない、取ってない、取ってないやろね、びっくりした俺もマジな顔してるけど、取ってんだって思っちゃった、安心安全アンバサー一応ね、あの振り込めオレオレ詐欺とか抑制やってますから私たち、いやでも本当に私キムスメみたいにやっぱり行きたい、え、キムスメって何ですか、いやいやだから何も知らないお嬢さん、純粋な小学6年生ぐらいとか中学1年生ぐらいで入学したぐらい、あんまりこう女になってないってことですね、うん、そうそうそう、女になってないってことね、だけど本当にね、こう何見てもわ綺麗だなとか、花見ても、うん、純粋な心は持っててほしいもんね、やっぱちょっとね、誰でもそこでも汚れてくじゃない大人って、そうなのよ、じゃあだから、うん、例えばさ、なんかプレゼントを例えば買ってあげた時に、うんうん、ありがとうっていう人もいれば、うん、マジでっていう、うん、その、うん、わーっていう人にはどんどん買ってあげたくなる、ね、そうそうそう、それはやっぱ持ってる人だから、うん、確かに、うん、生娘は松岡さんはね、うちの姪っ子にもね靴とか買ってあげてね、うん、なんか思春期になるとこでありがとうございますなっちゃうでしょ、なります、なります、そういうのにもっとわーやったーとか言うともっとみんな買い上がってくれるでとか、そういうのばっかり仕込んでるんですよ、あいやでも正しいよ、それ。いやでも正しい。やっぱでもそこ使い分けられる子っているもんね。うん、男でも女の子でも、うん、男でもうまいなって子が、うん。俺もそうなのよ。やった、子供の頃からそうやって。プラモデルとかをやってあげる人だったの。そう。俺みたいに生きろと、そうすればみんなが甘やかしてくれると、うん、で松岡さんはそれをずっと50年やってるんで、いまだにお母さんから誕生日になるとお金が届くんですよ、そう1万円のお祝い、お母さんだな、お母さんはいい、お母さんやったーっつって、また来年もよろしくねっつって、分かってるでーっつって、お母さんも、お母さんもいい、いい人だな、そうそう、こっちにもね、はい、私の時にも松岡さんも、じゃあ26日の26日、そう、いつも1万円お待ちしております、いや、それはお母さん的にはそれあげることが誕生日を確認するっていうのもあるんじゃない、まあまあそうですね、ねえ、だしいいことよ、そのそんなお母さんの逆でしょ、そんなお母さんの誕生日に LINE しなかったからね今年の8月
2回も 体調崩して、ね、自分のことでいっぱいいっぱいで、お母さんが19日、お父さんが26日生まれなんですよ、私同じ26日、8月、忘れるわけもないのに毎年、すっかり忘れちゃって、初めて、そんなことあるんだと思って、29日ぐらいに、京都あお誕生日おめでとうって慌てて、11時55分あれっつって、今日26日じゃないっつって、あ、26日来たんだっけ、そうだよ、ギリギリだよ、前日だっけ、あ、違う違う、当日か、当日だっけ、翌日か、翌日だよね、まあでもそういうのあるよ、あります、あります、うん、だけどいいお母さんの話したのその1万円って額じゃなくて、うん、ね、だけど3万円とかお母さんの時は送ってるんでしょ、うん、ね、送らなくていいって言うんです、まあでもそれ、まあ、それはまあもうおめでとうの一言を、うん、いや嬉しいですよ、ね、奥さんから言ってあげるだけでも喜ぶんだよ、うんうん、そうだよね、そうそうそう、あのある時払いでうちお花を送ったりだとか、うん、ある時払いでなんかうなぎを送ったりだとかするんですけど、うん、やっぱり生活が厳しい時は本当に LINE 一本だけにするとか、うん、でもね、やっぱそういう、うん、私たちは相場がありますから、その時はね、うん、でも変動が、変動が激しいので声は聞かすよね、うん、うね、電話をしたりとかして、はい、そうですね、うん、はい、まあ、でね、今日誕生日でプレゼントを一応、はいはい、うわ、私、かな、風間さんからじゃあ、今回、はい、1万円ですか、いや、待てよ、1万円もらえたら嬉しいです、そっちの方がよ、ありがとうございます、ありがとう、風間ちゃん、これ何か開けていいんですか、はい、もう若い、もう若い、あ、若いですか、うん、なんか、やっぱ赤い袋も多分私のことを思ってね、うん、そうです、赤いしました、いや、もう、これは若い、こういうところは、はい、嬉しい、あんまり褒めると、ゆきさんが渡しづらくなるから、そうね、開けちゃって、今さ、うん、いや、もちろん、もちろん、風間さんで、風間ちゃんね、あのね、私には分かっちゃってるんだよな、いい、はい、どうぞ、はい、お化粧品でございます、はい、ありがとうございます、これな、何を使うとか、アイシャドウで、目のアイシャドウなんですけど、目のアイシャドウ使わねえとな、もう、はい、あの、そう、俺は使ったらもうヒロちゃんみたいになっちゃうんでね、ヒロちゃんいただきたいと思うんですけど、あのね、風間ちゃんもお化粧品が大好きなんですね、あ、はい、そう、あなた綺麗だもんね、大好き、大好きなんですよ、で、本当にマニアみたいにして、うん、あの、その人に似合うお化粧品をいつもなんか送ってくれるので、はい、多分私お化粧品また2回目だよね、はい、なんか前もパールのね、あの、アイシャドウいただいて、韓国、あの、韓国のお化粧品、ね、これは、いや、これは普通の日本のやつなんですけど、見た瞬間にもあげようって思ったんだけど、ちょっと見ていい、マジで、なんかね、あのね、パープルブラッサムって書いてあるんですけど、いや、普通にこれは日本のやつです、うん、これは、そうそうそう、ちょっとあまりほら時間やるとそうだ、ね、ゆきさんがもらえなくなっちゃう、はい、ちょっとね、あ、そうだ、20分までだったんだ、あ、あと8、7分ぐらいしかないから、ゆきさんの全然紹介しなくても、うん、お前うまいな、ゆきさんほら大丈夫です、あの、私は大事、大事、いじられるの、はい、若手の方にいじられるの大事だから、大事、これからの世代の人でしょ、そう、そう、思わないよね、ちょっと、あ、じゃあ私開けときますね、 ありがとうございます、お願いします、じゃあゆきさんちょっと、私、あの、私からなんですけど、この間詩をいただいて6月に、はい、で、あの、詩人デビューされたんで、あら、ザキチョ、これは詩を書いてください、私もこれは、え、詩のノート、うん、確実に、ザキチョと書いてます、色一緒、うん、あ、色一緒、ほんとだ、え、付き合ってるっしょ、いや、そんな嬉しいこと言うなよよかった、今夜のおかずできたよいや、嬉しい、ゴリゴリ嫌がってるよ、気色悪いほんと気色悪いわな気持ち悪いじゃない、気持ち悪い、気色悪い、殺そうかって言われてもおかしくないよな、ね、本当にお二人がね、今日はね、赤いお洋服でね、二人のなんか多分お衣装なんですよ、なんか似てるね、そうそうそう、私は今日ね、ほら、真っ青な気持ちでまたこう40歳始めようと思って、白だね、白ちゃんに、これ入れてて、あ、ありがとうございます、もう開かないね、いや、開け、もうね、じゃあいいよ、お二人が赤いものでお祝いしてくれて、本当にありがたいですよ、ごめんなさいね、すみません、ありがとうございます、だんだんお時間生放送なんで、あともう5分くらいで、風間さん、あ、開けてくれ、じゃあ、じゃあ、渡してください、まずは、そう、ありがとうございます。ちょっとこれまずは見ましょう。からで中身だけちょっと見ましょう。はい、私もありがとう。またシールが。私も、全然。こんなに頑丈なの？そうなんですよ。すごい、かわいい。もうこれ、見せて見せて。同じケースのようなわ、かっこいい。うわ、本当だ。いいな。あ、いいじゃん。わ、もう上品。わ、これいいわ。これはもう、本当に、めちゃめちゃ似合う色だと思って。いい、これで勝負しますわ、私。すごい似合うと思います。え、どうやってこれ、これ捨ててください。いやいや、ちょっと。メンツ入りすればよかったかな。いやいや、おい、こら、木娘も。メンツ入りすればよかった、今日。でもありがとう。いやいや、本当に嬉しい。ありがとうございます。素晴らしい。ね、今日はちょっと私もね、こう誕生日祝っていただいたりなんですけど、はい、2人にお約束があったんですよ、はい、雪男さんの誕生日の時に、はい、私は実はやっぱり同じようにノートをね、うん、プレゼントさせていただいたんですよ、ね、金と銀のノートを、うん、で、どっちがネタを多く作れるか対決を今日ここで発表しようということで、ノートをね、使っていただいてるので、うん、何ペ
ージかちょっと発表してください、お互いに。すごい1、2、3、4、5、やっぱこう芸人であるものね、こういうところね。7ページ。あ、先に言っちゃったけど。あ、ごめんごめん。いいです、はい。ゆきおとこさん何ページですか？7ページ。お、俺15ページ。はい、さすが。ちょっと待ってくださいよ。見てください、これ。俺書いたよ、ちゃんと。松岡さん、ちょっと。まっちゃん。まあでも松岡さんはな、頭に入ってる師匠だから。俺の師匠だから、もう今日から。松岡塾だから。うん。そう。なので、あ、それじゃあ俺にちょうだい。黄金のネタができるようにもう金の、ね、ノートをね、あの、ちょっとごめん、あの言ってんので、はい、告知もして時間なくなってきちゃった。告知、あ、じゃあ告知、うんうん、なんか風間ちゃんから。あ、でもいろいろ私はツイッターをやってるので、そちらに、うん、あのライブ情報とか載ってるんで、ぜひと見てほしいなと思ってますね、うん、ようやってるね、はい、ライブは結構 毎日のように出てるので呼んでください。あ、うん、いやいや、ぜひ前も出ていただいたんですよ。あ、面白かったね。小さい声で行きましょう、行きましょう、うん、あの風間ちゃんのライブに皆を楽しみに行きましょう。ゆきさんを呼ぶんですか？ゆきおとこさんは R1 対策。あ、じゃあシークレットゲストで呼びます。シークレット、はい、ダメだよ、もう行っちゃダメだって。え、そうだな、迷惑だって。迷惑だよな、もう今分かった。控室ですごい空気になるのが分かるでしょ、うん、まあ、それはね、お寿司でも入れて帰るべきだな、俺はな。食べてっつうので、ね、出前だよ、出前だよ。何ネタしようとしてるの？でもここまでの15秒で帰ってきてくれる。時間はそんなに取らない。時間守らない。全然。みんなに聞かせてるけど。お寿司入れて15秒だったら、こっちはすごくいいので割りが。確かに割りがいい。大先輩って言ったら、わ、喋って止まらへんけど、ゆきさんの前じっとしてるんだけど。CM と同じ。そうだ。あ、いい感じ。いい一番だな、それを。で、お寿司持っていけばね。新しいシステムですね。最高ですよ。で、フェイスブックだ、ブログだもやられるんですか、はい、全部、はい、ラムズ風間春菜でやると、はい、ツイッターから全部出てくる、はいはい、ラムズ、はい、よろしくお願いします、はい、ね、いいですね、その形で、はい、お二人は、私たちもね、ツイッターとかやってるんですけど、あのちょっと一つ皆さんにちょっと見ていただきたいなと思って、はいはい、私たち結婚10周年迎えたんですけど、うん、今年の1月に、うん、なんかね、今年は結構ちょっとね、取材がちょっと入ってて、うん、はいはいはい、この間もちょっとある週刊誌に2人のね、あの結婚生活のフラッシュだよ、フラッシュね、はい、言っちゃって大丈夫なんですか？大丈夫、大丈夫、大丈夫、全然。そうなの、来週、うん、来週か再来週って言ってますか？そう、どっちか、今週間に合えば今週で、間に合わなかったら来週なんです。いや、それ困るな、俺5冊ずつ買って電車の中置いてやるからさ。そうするとほらかっこいい、自分出た時とかもそうなんだけど、電車置くとほら、そこ置っといて、そうだね、置っといて、そうすると誰か自分の、うん、知り合いとかじゃなくてほら絶対見てくれるから、うん、感染防止があるのでみんな結構ね、開けちゃう。いや、大丈夫だよ。大丈夫だよ。でも、あの、うん、フラッシュがもし置いてあったらば、そういうことだと思って皆さんね、手に取って開いて見ていただきたいと思うんですけど、うん、ちょっとこれからまた夫婦で頑張っていきたいと思います。あとあれね、なんか、はい、あの、なんだっけ。何ですか？番組。あ、そうそうそう、ほら、千葉テレビ。あ、そう、まずいの、ゆっちゃ。そうですね、まだね、10月なんです、解禁は。だから、あ、ダメなんだ。うん、じゃあ、やめていきましょう。防災の方でもね、結構、全国飛び回ったりとか、うん、番組も出させてもらってるんで、さすが、見てください。頑張ります。やっぱりね、びっしり頑張って書いてきますんで。そうね。はい、うん、ね、それ、詩書いてって。いただけるとね、少しずつ、ね、はい、6月の時、詩をいただいたんで。そうだな、詩、うん、あれから書いてないな。じゃあ、俺たちは、次は2月やな。いやいや、2、6、9だから。あ、そうなんだ、2月、6月、風間ちゃん4月なんで、じゃあ4月、じゃあ2、4、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 2、